アルブレヒト・アダムはドイツの画家である。ナポレオン戦争の戦争画などを描いたことで知られる。バイエルンのネルトリンゲンにパティシエの息子に生まれた。絵を描くのが好きでパティシエの見習いをしていた1800年にはフランス革命のモロウ将軍の軍隊の絵を描いていたとされる。パティシエの修行で1803年にニュルンベルクに移り、そこの美術学校に入学した。 アウクスブルクの歴史がかるゲンダスの影響を受けて戦争画を描いた。1809年に従軍画家としてフランスとバイエルン公国の軍のウィーン攻略作戦に参加した。ナポレオンの養子でベネツィア港であったウジェーヌ・ド・ボアルネに木に入られ宮廷画家として招かれた。その後もフランスの同盟軍のために働いて、 ウジェーヌ・ド・ボアルネがイタリア副王を放棄した後、1815年にミュンヘンに戻った。1827年から1833年の間に120枚にもなる版画を制作、出版し、ミュンヘンの王宮にモスクワの戦いを描いた作品を制作した。1848年からイタリアの独立運動の鎮圧に向かった。 ラデツキー将軍の軍隊に同行し、ノバーラの戦いなどの描いた作品を制作した。ミュンヘンで亡くなった。4人の息子、ベン・ノアダム、フランツ・アダム、オイゲン・アダム、ユリウス・アダムも画家になった。ノバーラの戦い、ミンチョ側の戦いのベレガルデ将軍と、幕僚テメシュバールの戦い。ありがとうございます。